産業廃棄物は排出した事業者が責任を持って処理を行わなければなりません。この責任は極めて重く、例えば廃棄物を不法投棄した場合の罰金は最大3億円に及びます。産業廃棄物の処理は処理業者に委託することができますが、その場合にも十分な注意が必要です。委託先の処理業者が不法投棄等を行った場合、排出事業者としてその責任を追及される可能性があります。実際そのような例は過去に数多くあるのです。このように不用意に悪質な処理業者に委託してしまい、不法投棄等が行われれば、行政から廃棄物の撤去命令を受け多額の費用を負担することになったり、環境法規に違反した企業として社会的信用が失墜してしまう可能性があります。安易に処理料金の安さだけで委託先を選択することには大きなリスクがあることを十分に認識し、信頼できる処理業者に委託することが必要です。では信頼できる処理業者を探すにはどのようにすればよいのでしょうか。これは排出事業者を悩ませる課題となっています。この課題を解決するには、これからご紹介する優良産廃処理業者認定制度の活用が最も効果的です。優良産廃処理業者認定制度は、優れた能力と実績を持つ処理業者を都道府県知事が審査して認定する制度です。認定された優良な産廃処理業者は順法性や事業の透明性が高く、財務内容も安定していると言えるでしょう。認定を受けるには通常の許可基準以外に5つの基準を満たす必要があります。基準の1つ目は、過去5年間以上廃棄物処理法に違反して不利益処分を受けておらず、5年以上の産業廃棄物処理業の実績があることです。基準の2つ目は、インターネットにより産業廃棄物の処理に関する情報を一定期間公表し、また更新を行っていることです。公表の対象となるのは会社の基礎情報や取得した産廃処理業許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など多岐にわたります。基準の3つ目は、環境に配慮した事業経営を行っていることです。具体的には ISO14001 やエコアクション21などの認証を取得していることを言います。これらの認証は事業活動により生じる環境負荷の削減のための仕組みを作り、実際にその取り組みを行い、それを継続的に改善していくシステムを事業者が自主的に構築していることを示すものです。基準の4つ目は、電子マニフェストの利用が可能であることです。電子マニフェストは記載漏れの心配がなく、産業廃棄物の処理状況が全て電子データでやり取りされるなど、産業廃棄物の処理のより一層の透明化に役立つ仕組みといえます。5つ目の基準は、財務体質が健全であることです。自己資本比率が一定水準以上で、借金など負債の割合が少ないことや、法人税や事業税、固定資産税などの産廃処理業に関連する税金について未納がないことなどが挙げられます。これらの厳しい基準をクリアした産廃処理業者だけが都道府県知事の認定を受けられるのです。認定を受けた処理業者は、産廃処理業の許可の有効期間が通常よりも長い7年となります。また優良な処理業者であることが明記された許可証が交付され、排出事業者に自らが優良な処理業者であることをアピールできます。また認定を受けた優良な処理業者の情報は産廃情報ネット上で広く公表され、排出事業者に提供されます。その結果、排出事業者から処理委託先として選択される機会が増加します。このように優良産廃処理業者認定制度は、排出事業者が信頼できる処理業者に産業廃棄物の処理委託を進める上で非常に有効なツールなのです。
そうですね。一番大きいリスクというのは、排出事業者が安心して委託したつもりなのに、排出事業者が預かり知らないところで不適正に処理されていたり、あるいは不法投棄されてしまう、そういうリスクだと思います。で、一番大きいのは青森岩手の県境で起こった不法投棄事件ですね。ここでは大手の玩具メーカーとか、そういう大手メーカーが排出事業者に委託したわけですね。それが不法に、青森岩手の県境に捨てられてしまったということで、結局その排出事業者何社かが、お金を出して労力を出して、処理を現状を回復することになったと、こういうことなんですね。はい。だからコストも大変ですし、時間も大変です。それにやはりもう一つ大きな問題は、その排出企業の評判といいますかね、評価というものが非常に下がってしまう。ああ、環境を大事にしない企業なんだ、その名前も出てしまいましたし、多くの人々がの知れるところになってしまいましたので、評価としては、ああ、環境経営としては非常に悪い企業だなということが、知れ渡ったということですね。一度落ちた信用を回復するというのは、これはいろんな企業の不祥事に共通するところで大変な努力が必要だと思います。この優良制度に認定された処理業者というものは、もう極めて高いハードルをクリアした質の高い処理業者なんですね。ですから、こういう基礎的な情報がしっかり揃っていて、しかもそれが第三者の制度によって認定されている点は非常に重要な点だと思います。で、もう一つ重要なことは、いい排出事業者、そしていい処理業者が、集ってですね、廃棄物の処理とリサイクルの質を高くするパートナーシップが組めるということなんですね。この点にこの制度の重要性があると思います。排出事業者が優良認定業者を探したり、自らの委託先が優良認定業者になったかどうかを確認したりする場合は、産廃情報ネットへアクセスします。実際にやってみましょう。検索キーワードで産廃情報ネットと入力するか、 www.sanpainet.or.jp から産廃情報ネットを開きます。産廃くんをクリックすると、産業廃棄物の種類や許可自治体など一定の条件に合致する優良認定業者を探すことができます。また自動メールサービスにより、処理委託先の処理業者の最新情報や求める条件に合致した処理業者の情報を簡単に入手することもできます。産業廃棄物処理の世界においては、排出事業者に対する責任が、年々強化されているわけですね。自ら処理ということは あまりないということを前提にすれば、やはりより信頼できる処理業者をいかにして見つけるか、これに対する排出事業者の関心はますます強くなるわけですね。今回の新基準、これはより有用業者をより見せると、見えるかと申しましょうか、それを可能にする制度なんですね。処理業者の方々はおそらく日本の国、この国の、廃棄物の処理をプロフェッショナルとしてやろうという心構えを持っていらっしゃる方々ですよね。また排出事業者のために働こうというふうに思っていらっしゃる方々でもございます。この制度を取るということはですね、お客様のためにもなる、ひいては日本の環境を良くすることにもなるということでありますので、ぜひともですね、積極的にチャレンジをしていただきたいと、そういうふうに思っております。優良認定業者として認定を受けるための基準の一つが情報の公表です。これには産廃情報ネットの活用が便利です。産廃情報ネットはすでに多くの産廃処理業者が無料で情報の公表を行っているホームページです。検索キーワードで産廃情報ネットと入力するか、アドレスを入力して開くことができます。情報の公表を始めたい場合は、処理業者データ登録変更をクリックして新規ユーザー登録を行ってください。
自社ホームページを持っていても産廃情報ネットで情報の公表をすれば全国から多くの排出事業者に見てもらうことができますし、それぞれのホームページをリンクさせることができます。また産廃情報ネットを使うと産廃処理業者の皆さんが有料認定の申請をする際に必要となる情報の公表の証明書を自ら簡単に作成できるようになります。有料産廃処理業者認定制度の仕組みについてご紹介してまいりました。有料産廃処理業者認定制度は、処理業者が自主的により高い順法性や事業の透明性、環境保全への取り組みを追求し、ワンランク上を目指すことで産業廃棄物処理業の健全な発展を支える制度です。処理業者は厳しい基準をクリアすることで、よりレベルの高い優良な業者であることをアピールして、積極的な事業展開を行っていくことができます。また排出事業者にとっては、信頼できる優良な処理業者を選択し、処理を委託することで自らの排出事業者としての責任を確実に果たし、リスクを回避する強力なツールとなります。ぜひこの有料産廃処理業者認定制度を積極的に活用し、産業廃棄物が適正に処理され、良好な環境が保全される社会づくりを進めましょう。